この動画は、入門用に速歩行ロボット、ピッコロボ、IoT を組み立てて動かしてみる動画です。前回の動画では、サーボモータの原点設定を行いました。今回は、頭部の組み立てを行います。各部を組み立てるときに、ニッパーを使って、各フレームを MDF から切り出しましょう。P6 フレームにサーボホーンを取り付けます。M2 ネジ4本でネジ止めします。ネジが入れづらい場合、他の部分のネジを緩めてからネジを仮止めし、その後再度しっかり締め付けましょう。A4 フレームにサーボモーターを取り付けます。サーボモーターの軸が板の中心側に来るように、M3 ネジとナットで4箇所ネジ止めします。ネジ止めするときは、まずネジを差し込んで指で押さえておき、反対側からナット当ててネジ止めするとやりやすいです。最後はペンチとドライバーでしっかり締めましょう。A5 フレームに B14 をボンドで接着します。フレームの穴を埋めてしまわないように注意しましょう。爪楊枝などを使うとボンドを塗りやすいです。A5 フレームの向きに注意して、3箇所接着します。工程1、2で組み立てた部品を、サーボホーン用のネジでネジ止めします。スリットがある方が奥側になるように、サーボの出力軸にホーンを差し込みます。出力軸が回ってしまわないように注意しながら、なるべく直角になる角度で差し込みましょう。A5 フレームに基板を M3 ネジとナットでネジ止めします。ネジを締めすぎて、基板を破損してしまわないように注意しましょう。A4 フレームに A7、A8 をボンドで接着し、次に A3 を接着します。まず A7、A8 を貼り付けます。A7 と A8 は穴の位置が異なる部品です。左右の貼り付け方向を間違わないように注意しましょう。また A4 フレームの方向も間違わないように注意しましょう。A4 フレームの溝にボンドを塗り接着します。そして、A7、A8 フレームの溝にボンドを塗り A3 フレームを接着します。はみ出したボンドは拭き取っておきましょう。ボンドが乾ききる前に、A5、A7 と A8 の後ろ側のスリットに、はめ込みます。同様に A6 を A7、A8 の穴にはめ込みます。A6 の穴の向きに注意しましょう。また、A6 はどの部品とも接着しません。これで頭部は完成です。この状態で10分ほど乾燥させましょう。次回の動画では、リンク機構の組み立てを行います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。